お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、久々にマジアチャボールブレイカーやっていきたいなと思います。最近ちょっと使ってなかったんで居抜きてえなと思いましてね、単純に、やっていきたいと思います。で、あのトルネ型とトルネない型があるんですよ、一応ね。で、まあどっちも好きなんですけど、ちょっと両方使おうかなと思います。最初まずトルネありのね方からやっていくんですけど、マジで最近見ないですね。まずマジックアーチャー自体がほぼ見ない。まあ当たり前にやっぱファイヤーボールがね、まあ、マザネク対策で、まあ、入ってるっていうのもあるんですけど、すごいぐらいマジアーチャー見ないんですよ。まあ多分ロイジャイだったり、あのゴレだったりエレジャイだったり、なんか高 HP な、ユニットに対してマジックアーチャーって火力がまあないじゃないですか、範囲攻撃の分ね。まあそういったところで多分ね、使われにくいんですよね。そうそうそう、ゴリ押しされちゃうというか、攻めきれないっていうので溶かしきれなかったりね、防衛面で多分活躍する場がちょっと少ないっていうので、まあマジアチャ最近減ってんのかなと思います。さあ、ヤナメ飛んできたな。さあ、これはでもキング起動できますよね、僕ありがたいことに。さあ、キング起動させてもらって、で本当はね、こういうディガーとかも、あのヤリゴブリンか、ヤリゴブリンとかも延命してあげたいんですけど、さあ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 、いや、このキング起動激アツじゃないでしょうか。そして自然とカウンター、うーん、ディガーからいっか、ディガーからのボールブレイカー追加。さあ、スケですね、スケラバルか、これはヤナメが飛んでくる。そしてマジックアーチャー頑張ると。で、今回相手がラバルでディガー、スケでしょ、サンガゴでしょ、多分あとメガゴボンバーとかかな、なんかそんな方がいたんすよね、多分高回転ラバルみたいなね。あの、まあ、そんな感じなんですけども、まあヤナメなのでマジアチャ無双をしたいですねっていう。で、マジアチャに対してまあ多分ディガープラスのヤナメとかで対応してくるんですけども、そこをなんか延命できたらでかいよねっていう感じかな。さあ、なのでこのラバーの後ろはメガゴサンガゴとかしかいないので、スケドラとか来たらちょっと嫌なんですけど、さあ、ここはね、もう寄りますよねと。これな、どうなんだろう、どうやって守るのが正解なんだろう。これ、もしかしてキング折れるとかある？キング折れるはさすがにないよな。キング折れたらマジで笑えないですよね。バルーン釣るのはいいんですけどね、釣りすぎてちょっとキング行くのだけはちょっと気をつけてもらって。さあ、でディガーでね、コツコツ削っていきます。なんかディガー使うの久しぶりだな。最近やっぱりね、もうゴブドリがやっぱ話題だったので、ゴブドリゴブドリゴブドリっていう。さあ、これ角度変えてあげたらね、射抜けるんじゃないのか、あのメガゴくんを。で、ここはちょっと攻めながら、ヤナメとか飛んできそうだよな。さあ、で、これはトルネがあるが、いらないね、多分。ヤリゴブリンが、いや、ヤリゴブ強っ。ヤリゴブめっちゃ頑張ってくれますね。で、あと360とかになるともう削れそうなので、逆サイドもねちょっと狙っていこうかなっていう。で、テスラでメガゴが頭に来るぐらい。オッケーオッケー、あのボンバーちょっとやだな。さあ、マジアチャであのボンバーとラバパピーを射抜きます。いや、ラバパピーじゃない、ラバですね。いや、このね、マジアチャマジででけ。で、さあ、トルネードで吸ってあげて、タワーとね、マジアチャ、バルーン殴ってますので、ナイス、危ないですね。さあ、グッドゲームと。いや、トルネあってよかったっすね。これ、トルネない方でやってたら、多分ね、行かれてましたね。さすがに、まあ、テスラとか、まあ、マジックアーチャーとかがね、より高回転で回るんですよ、もう一個のトルネない方は。トルネあると、まあ、ホグだったり、バルーンだったり、まあ、そういったね、相手には戦いやすくなるのかなっていうのはありますね。だからクロスとかに対しては、トルネない方がね、戦いやすいよね。陸受け、トルネが腐る相手にはね、まあ、もちろんのこと。おーい。初手工場はなんかレアじゃないですか。レアっすよね。始まりましたで射抜いてくるとか、そういうわけではないと。さあ、いや、ペッカっぽいけどね、こんなのは。さあ、とりあえず暇なんでちょっとゴリゴリに行っちゃおうかな。ゴーストからのザップが来ます。んー、やいん、やいん、ナイス。で、これはちょっとね、キング起動下見。よしよし、エレキだけ受けてキング起動してナイス。で、あと有能とかいるかな、多分ペッカ工場ですよね、ゴーストエレキ。まあ、これもまたキング起動できたのはでかいですね。さあ、これもういっちゃっていいんじゃない。これバルキリーがタワーに届けば激アツなんですけど、工場釣りが、さあさあさあ、いやー、まあ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 ですね、まあまあね、受けてたな。
いや、まあまあ抜けてるか、まあまあの攻めですね、僕の。なんとも言えない。もうちょっとあったかもしれないなっていう。さ、マジックアーチャーとか嫌ですよね、これ。これな、嫌なんですよ、本当に。本当に嫌なんですよ。さあ、ザップウェアなんですよ。さあ、バルキリでね、耐えます。で、なんかバルキリ高すぎたり低すぎたりすると、工場がインするんで、なんかちょっと意外と低め、思ってるより低めの位置が良かったりします。さあ、マジアチャゲー、僕、されるのを気をつけたいですね。間違いなくマジアチャゲーされるんですよ。陸撃があとちょっと大変なので。まあ、ちょっと積極的に攻めていきます。右も攻めたいけど、左かな。さすがに左な気がしてきた。さあ、ペック、かぶる、ザップとかか。ゴーストですね。さあ、テスラ置きましょうか。今の間にティカ飛ばして取ってたもんな。射抜くか？いや、ファイボがあるよな、どうせ。さあ、てか、いろいろ考えながらやってると、ちょっと大変になってきますよね。やべ。これ、ウッドで勝てるんじゃね？うわ、相手のいいザップだ。いいザップだ。これでも、トルネで。なんか、いい感じなのかは微妙だけど、ナイス。いいトルネ。ちょっと、いろいろ両サイドやっちゃってね。さい。ナイス。わあ、このゴーストは受けがないので、もうあれですね。テスラは別に引っ込んどいてもらっていいんですよ。これ、マジで犬ってもいいんじゃない？いや、ヤンキーすぎ？ヤンキーだね。でも逆にヤンキーが良かったりしない？ヤンキータイプだったりしない？君。さあ、ちょっと。一発なら耐えれるね、ペッカ。ナイス。一発なら耐えれる。あ、マジアチャ来んないな。マジアチャすげえ来そう。マジアチャすげえ来そう。ウッドだけしとくか。ああ、オッケー。いや、ナイス。耐えて。耐えたな。ギリギリ耐えたな。ファイブ削りしてくる。ほんとか？君それはやってんじゃないのか？君それはやってんじゃないのか？君それは絶対やってるでしょ！い、来い！マジアチャ。ナイス勝手に歩いて自分から射抜いた。いや、ナイスですね。いや、負けてましたね、ぶっちゃけ。最後、あんななんか偶然で入ることあんまないですからね。いや、ちょっとラッキーですね。よろしく。いや、マジアチャおるか。でも楽しいな。マジで。本当に。最近僕エレジャイとか、本当になんかそんなデッキばっか使ってたんで、ウォールブレイカーですね。メガナイトオールブレイカーとかもね、めっちゃ好きなんですけど、ほんと環境を使ってる人、マジでゼロぐらいなんですよね。ほんとに。ほぼいないんですよね。よいしょ、さ、ヤリゴブ、スケルトン部隊、あれか？スケルトン部隊じゃねえ。メガナイト枯渇的なやつですね。ドリルがね、生まれてというか登場して、メガナイト枯渇バカ強くなるんじゃねとか思ったんですけど、ドリル一瞬でね、解放されちゃいましたよね。よし、さあ、オールブレイカー飛ばして、メガナイトか。ちょっと嫌な流れかもしれないですけど。さあ、テスラ最強なんでね、テスラ植えます。マジ、テスラ植えれば、何でも守れちゃいますからね。え、待って！みんな頑張りすぎじゃない？俺の思ってた想像の何百枚も頑張ってる。ナイス。めっちゃ頑張るね、テスラ OP だね。さあ、で、今回の試合は、まあ、マジアチャ無双をどれだけできるかですよね。意外とマジアチャに対してインドラ当ててくるドンとか結構厄介だったりするんですけど。まあ、なんか、取るね。紙取るね。大事になってきそうですね。さあ、で、低めに置くとタワーとザップで巻き込まれそうなので、ちょっと高めにね。高すぎるやろって位置で。で、ギャングもあるな。これ拾うのちょっと嫌だよな。さあ、こっからですよね。むずいね。ディガーで確実に拾われて、俺のディガーが意外とギャングで抑えられるのがね、ちょっとやだ。さあ、ウォールブレイカー行くと、まあ、ザップか。で、キング起動で、したいんですけど、早めにね。早めにキング起動したいんですけど、なかなかね、できる流れじゃない。スケバレさ、キング起動あれめっちゃむずくないですか？僕めっちゃ苦手なんですよね、スケバレのキング起動。さあ、こういうところで射抜いていってもいいかもしれないですね。ダメージ稼ぎ。さあ、一発。で、トルネがあれば熱かったけど、まあ、ないので、しょうがない。
さ。で、ザップとか狙ってそうだよな、絶対。さ、そっちに使う。射抜きたいね。でも攻めすぎるとマジで、そのメガナイトのカウンター受けちゃうんですよね。それがむずいですよね。さあ、高山マジアチ。さあ、あれはマジアチ警戒ですかね。相手、この、よくディガーをさ、マジックアーチャーに当てたりさ、してくる相手いるんですけど、今回の相手は全然しっかり削りに来てますね、もう序盤の間から。さあ、マジアチャ出して、まあ、バルキリーいるんで耐えれるでしょって。多分ね。耐えてもらって。これ、ウッドか。キンキドできてねえの痛いね。マジックアーチャー行かれるみたいね。さあ、ギャングをね、やっぱ僕は、その、あれ来た。ラッキー。さあ、こっからですね。ギャングは、やっぱなかなか裂いてくれないですね。もうディガー受けにね。で、ギャングさえ裂いてくれれば激アツなんですけどね。さあ、低めテスラぐらい置いとくか。ギャング裂いたな。ギャングさえ裂いてくれればって言ってたら。さあ、ギャング裂いてくれた。マジアチャが左向く。いい許容。ギャング回るんだな。早いな。なんでだ。勝てそうなのに全然勝てねー。さあ、後ろマジアチャから行きましょうか。これちょっとダメージ稼いでった方がいいかもしれないな。このディガー削りですね。僕がちょっとやられてるのが。これだ、メガネタル踏まれる？いや、チャンス、チャンス。よし、一発欲しい。マジアチャ走ってくれよ。いやー、これ熱いですね。流れがちょっと来てるかもしれない。さあ、飛ばして、飛ばしてね。ウッドも攻めつつ、いや、マジでいいね。流れがいい。流れがいい。本当か？本当に流れがいいのか、俺。本当に流れがいいのか？で、ここで本当は攻めたいんだよな。あと十何秒だな。さあ、マジアチャで射抜きましょう。射抜いて。いや、マジで。うわ、うまい。うまーい。や。耐えた、耐えた、耐えた、耐えろ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 。いや、危な。これ、だってさ、相手マジアチャ一生きついから、ね、絶対相性いいからね、もっと余裕で勝てなきゃいけないんですけど。いやー、ディガー削りと、あとは僕のディガーはめっちゃやっぱ拾ってましたね。ディガー削り対決なのでしっかり拾われて、ちょっとね、危ない試合でしたけど、まあ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 、まあ、トルネもそこそこやっぱ頑張ってまして、ちょっとね、もう一段階ギア上げていきたいなと思います。トルネない分、まあ、バルーンだったり、ホグだったり、よりきつくはなるんですけど、その分やっぱ回転力が上がるので、スケになってるんでね。まあ、ゴリゴリに対空とか出して、ゴリゴリに攻めていってね。はい、ちょっと、変えたいなと思います、世界をね。よし、よろしく。まあ、トルネない分、防衛が大変っちゃ大変ですよね。なんか、ガゴムレとか、コウモリとか、そういうの来ちゃうとね、これ、ホグですね、今回。で、ホグもね、トルネあればって感じですけど、まあ別にテスラがあるので、そこまで考えなくてもいいでしょうって。ホグにトルネは基本入ってないので、ちょっとこんな感じで、ね、攻めてあげて。さあ、マジックアーチャーがいいんじゃない？しかもこれやりゴブでね、プレッシャー与えていく。いや、マジックアーチャー。いや、マジアチャーナイスだな。久々に使うけどめっちゃ刺さったのか？そこそこに刺さりましたね。さあ、今回だったらクエイクホグかな？スケとバルキリーとテスラ。はい、そうですね。クエイクホグだ。で、まあ、クエイク打たれるんで、高めのテスラだとマジクエイク当たんないんでね、最強です。テスラ買おう。はよ。いつも言ってる。で、まあ、ウッドで削りつつ、マジアチャこれ、バカ刺さりそうっすね。これ、同サイドだと、僕のマジックアーチャーが、クエイクウッドでやられちゃうんですよ。タワーと巻き込まれてね。なので、逆サイドにね、積極的にマジアチャ展開していきたいな。さあ、で、ディガーは一発も殴ってくれないと。いやー、一発ぐらい殴ってほしいな。で、こっからのカード回し大事で、テスラ裂いてからの、できるだけ1コス2コスで回します。そうすると、次のね、相手のテス、ホグに対してテスラが間に合います。ここですね。これでまあやっとけば間に合うんですよね。じゃないと、今ね、もう一回でもなんか本当にコスト重いやつ出してたら間に合わないんですよね。
よいしょ。で、テスラが強えな、これ。マジで、あの、飾りのテスラ、これ、えぐいっすよね。あ、でも、うちのやりごぶないっす。一体。さあ、マジアチャレちょっと攻めたいですよね。まあ、次ぐらいのホグデというか、いつかのホグデ、多分ね、ついていけなくなるんですよね。まあ、そういったところで、まあ、許容して、いい感じに許容して、なんか、やっていかなきゃなーっていうのはありますよね。さあ、やだなー、もし。うい、危ねえ、危ねえ、危ねえ。でかい、でかい、でかい、でかい。ナイス。攻めマジアチやりたいんですけどね。こっからですね。攻めマジアチ。これで僕のマジアチ残るんで、熱い。で、ウォールブレーカーで、陸受けしつつ、ディガー殴ってほしいけど、相手のスケアイスピー、徹底うまいですね、ちょっと。さあ、マジアチャが横見てくれて。ナイス。で、こうなってくると、ちょっとダメージがやっぱね、徐々に怖くなってきます。やべ、変なことした。変なことした。絶対変なことしてる。よいしょ。いや、マジックカーチャー残るのはでもいい。で、ウッドでディガも入る。さあ、テスラがマジで強いんだな。相手のテスラもだし、俺のテスラもだし、マジで強い。あ、これクエイクアトリッチ、なんでここに置いた？これもう一個、本当に、下ぐらいに置けば、もう最強なんですよ。最強位置があるのに、ちょっと下手すぎるな。これバルキリーか？さあ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 、まあまあまあ。ディガー手前でウッド転がせば、相手毎回スケで受けてくるから、絶対大丈夫かもしれないですね。ここに置いておけば絶対当たんないんだね。うん。なぜさっきからソロをしなかった？本当にね、マジで思う。さあ、あのテスラね、マジやっちゃで射抜きたい。手前でウッドってさっき言ったもんな。俺はバカだな。さあ、テスラ回る。で、クエイク削りが相手がある分、ダメージ差がやっぱ開いていくんですよ。だから僕は、マジでマジアチャで射抜いていかないといけないんですよね。よし。さあ、バルキリ？バルキリ入る、バルキリ入る、マジで熱い。バルキリ入る、熱い熱い熱い。もう一発欲しい。ナイス！やりこぶでちょっかい出して、このやりこぶちょっかい大事っすよね。さあ、で、耐える。あ、相手のうまい。相手のうまいアイスピが来た。さあ、テスラ、ナイス。ウォールブレーカー入れ。入れ入れ入れ。入ってくれよ。入ってくれよ。なんかいいから入ってくれよ。ナイス一発。打っとけない。いや、GG ですね。いや、これもね、まあ、取れないけども、スケでね、回転早くなってる分、戦えますよと。いや、マジ打ちいいな。バカ活躍するっすね。なんか、久々に使ってるんですけど、思ったより勝ててますね。なんなら、普通にLJとか使ってる方が負けてるかもしれない。いいね、マジアチャ。だから最近いなかったからな。マジでマルチ当たんないっすね、マジックアチャと。マサニクはいるんだけどね。よし。というわけで、うわ、大トロ。相手73いってる。俺まだ71とかだから、これ勝ったら40、ほんと2、3ぐらいもらえます。倒します。さあ、始まりやりごぶ。やりごぶも無視できないからな。なかなか痛いっすよ。さあ、アイスイザーですね。アイスイザー、下方されたものの、まあ、そこそこにはいるっすね。うわぁ。トルネがね、なんでねんや。アイスイズディガーって珍しくないですか？これもしかして相手、スペル削り、デッキ外役デッキワンチャンあるっすね、ロケの。とかしか考えられないけどな。トルネがあるよな、ほぼ確で。絶対トルネだと思う。いや、外役デッキっすね。マジで来たな。多分。じゃないとないよな、他に。他にないと思うんですよね。いや、これやばいかな。受けれなくなっちゃいそう。D が、槍で受けます。いや、待って、多分スペル削りなんだよな。アイズディガーってスペル削りデッキ以外存在しないっすもんね。バルーンもワンチャンなんですけど、ウッドなんですよ。だからスペル削りなんですよ。うわ、やば。これ、同サイドエグいな。うわ、うまいね。これがね、きちいところなんですよ。さあ、これは逆サイドにシュートチェンジしていきます。今から。トルネのね、近畿度うまいですね。相手ガチイモデッキだ。サイビズでタグ変えてくる。一発だもんな。一発でもでかいっすよね、ぶっちゃけ。にょー、いい位置のディガーだ。トルネがねえからな。
さっきあったのに。うわーこれえぐいっすテスラえぐいっす。で多分ロケとかあるんですよ。やっぱロケがある分僕の方が削り負けるんですよね。だからマジックアーチャーで奇跡を起こしたいんですけど、いやバルキリーそっちが入んのか、本当に削りたい逆サイドの方がダメージ入るやつよくありますよね。マジ裏だ、当てるけど、いやこのロケえぐいよな、マジマジでえぐいな、このロケで負ける。ロケで、うん、さあロケがえぐい、延命してあげて。まだロケだからこそマジックアーチャーは生きるんですよね。まあ、生きると言っても知れてるんですけどね。さあ、しまいテスラ。同じことやっていこうか、あなたと。あなたと同じです。居抜きてえな。撃っとかこれ。トルネか。ワンチャル、ワンチャル。うわ、マジかよ。強すぎん？いやー、強すぎん？で、トルネがあると色々いじれるんですけどね。トルネねえからな。それにほっちいな、ほっちいな、ワンチャンあるぞ、でも。ワンチャンあるぞ。ワンチャンあるぞ。テスラ壊れて。いや、そっちか？いやー、もう遊ばれてんな。さあ、これはね、きついですよ。なかなか、久々に見たな。外役デッキとかだったらね、ぶっちゃけ、アイビズがマジでファイボでやられようが、関係ないっていうね。で、まあ、俺がないっていうのもあるんですけど、いや、うまいな、その受け。俺がそのね、ファイボ系というか、アイビズを突破する方法がないっていうのもあるんですけど、まあ、結局、テスラにね、相手はスペル打たないと突破できないだったり、まあ、こういううまい人だとマジでね、そう、テスラ、テスラ、テスラ、一生テスラで守って、テスラにスペル使ったら、ファイボ使ったらアイビズとかでね、まあ、これはね、無理です。はい、というわけで、すごいデッキと最後当たったんですけど、まあ、マジアチュアルブレイカー結構ね、ゴリゴリでまだいけるんじゃないかなっていう気もしました。多分使うならトルネ型の方が、楽しいし、使いやすいのかなと思います。ぜひ皆さんもね、マジアチュアルブレイカー使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。